基本的にずっとイヤホンつけて歩いてる、昔は。けどだ、どっかご飯食べに行ったとしても、一人でね食べに行っても、大体もずっとなんか聞いてみたいな、うん、ずっと遮断してたんですけど、この1年ぐらい外すんですよ。すごい外すのもありやなみたいな思ってきて、うん、それはほんまに音楽とかそういうのが飽きたとかそんなんじゃなくて、全然聞きたいし、聞きたいものもいっぱいある中で、けど外すことを選んだりとかすることが最近あって、それはなんかその例えば店とかやったら流れてる音楽とか、あとは周りの人たちの会話とかをなんか聞きたいなみたいな雰囲気というか、そこを、うん、そこを聞きたいなみたいな、それ気持ち悪いかな、なんかね、会話とか、うん、その有名な人の話とかもうがやっぱ YouTube とかで流れてくるのはそういうのかもしれないけど、やっぱりその一般人って言ったらあれやけど、普通の人たちの会話とかからなんか得るものもあると思うんですよ。その別に何か得るものあるかなと思って聞くわけじゃないですけど、ただぼんやりと聞きながら食べるのがすごい気持ちいいというか、行きそうになるんですよね。うん、気持ち悪いかなこういう話。すごい、うん、音楽とかはね、その流れてる音楽とかは、まあその料理とも合うし、なんか雰囲気がね、だから気持ち悪いとも思わないと思うけど、その周りの人との会話とかもね、ご飯が進むんですよ。気持ち悪いかなこれ。すごい、けど本当の話しね。うん、なんか、あ、例えばその高齢者、おじいちゃんおばあちゃんが話してたら、あ、高齢者ってこういう会話すんねんやとか、うん、なんかこういうこと考えてんねや、こういう人たちってみたいな、ああみたいな、うん、別にだから何ってわけじゃないんやけど、うん、なんかその雰囲気はすごいプライスレスというか、お金で買い難いものだと思うんですよ。じゃあそのね、俺が食べてるご飯屋さんのおじいちゃんおばあちゃんの会話ってどこでも販売されてないんですよ。それはだからプライスレスで、お金で表せないもので、うん、けどだからそれをなんか得てる自分尊いなみたいな、うん、だから例えばタワーマンションとか言ったら何百万とかお金決まってるじゃないですか、とか海外旅行とかお金決まってるけど、そうじゃなくてお金で表せないもの、そっちにもなんか目を向けていきたいなみたいな。だって別にそっちだね、だから今人間社会はみんな、まあ、俺も含めてお金に支配されてると思うんですよね、すごく。けどこの世界っていうのは、地球っていうのは、地球ができた時はお金なんかなくて、だからお金じゃ表せないものが絶対あって、いっぱいあって、それは人の人間の会話とか、まあ、動物の仕草とかね、何でもいいけど、こういう自然とか全部お金では表せないもので、お金では買えないもので、俺はそっちに目を向けるのもありなんじゃないかなみたいな。それがそのお金に支配されてる苦しみ、お金に支配されて喜び得てる人もいるかもしれない、めっちゃ稼いでる大富豪とか、まあ、お金があって最高だって思う、お金っていうものがこの世にあって最高だと思うけど、逆にお金っていうものによって、あ、俺は貧困生まれやから頑張って稼がないととか、いろいろ人と比較して お金がどうだどうだって言って苦しめられて、だから働いてけどしんどいとか、お金で苦しめられてる人はちょっとお金じゃない部分に目を向けるのもいいんじゃないかなって。そう、うん、それが時にはイヤホン外して見る周りの、ちょっと待ってな、あ、すいません、すいません、すいません、タオル落としました。まあこれ今動画回ってるからやったんですけどね、まあ、これは別にどうでもいいかな、けどもうお金じゃないものに目を向けるのが、そこに幸せを、うん、探すのが一つなんかなみたいな感じで、幸せって言ってもあれやけど、そこに価値を見出していくっていうのもありなんじゃないかなって思うんですよ。あと、うん、そうそうそう、だからこういう街中も、今東京は台風が来るとか言われてるけど、言われてる時が来るらしいけど、今多分あと1時間とかでめっちゃ今ちょっと降ってんねんけど、なんかね、この嵐の前の静けさというか、この
台風の前のあんま風も吹いてない、もっと風吹いてくれた方がおもろいねんけど、この時間やったらなんかけど、台風の前の街中っていうのは台風の前しか味わえないし、台風もそれぞれによってね、風の強さも違うやろうし、この自然っていうのは山とか川とかもそうやけど、こういう街中も自然やと思うんですよ。この風が吹いてるし、だって雨も時には降るし、何太陽があるし、空見たら雲があるし、だからどこも自然なんですよ。全部川とか海とか山とか自然ってどこやろうって言ったらそこばっか言うけど、いやいや、もう生きてる地球が自然やからって俺は思うし、うん、だからまあそういう海外のなんかすごい綺麗なところとか、あの山とか川とか行くのは億劫やなとか、ちょっとめんどくさいなとか思う人もけど、こういう街中から自然を堪能するというか、あ、風が吹いてるなとか、暑いなとか、涼しいなとか、うん、人がいるなとか、何でもいいから、そうしてたら、うん、ね、お金じゃ買えないものというか、うん、そうしたら、生きてるっていう感じがしますよね。はい、今日はそんな話でした。これね、すぐかもう見た瞬間というか、見た瞬間って言ったら言い過ぎかな、ちょこれ いいな思ってた。 Today's forecast is 100% cloud、ね、これ好きなんですよ俺。多分これフォーキャストって天気みたいな感じだけど、今日の予報はみたいな、で多分これは心を表す、俺はまあまあこんなことはどうでもいいか。ネガティブな時に着る服ですねこれは。はい、俺の心は今日は 100% 曇ってるよみたいな、うん、けど生きていくよみたいな感じの力強さが感じられますよね、この服には。はい、ありがとうございました。